だからもう感情丸出しでいいんじゃないかと。儲かったら、よっしゃー、えー、損したらちくしょうーと、縮小これで、ええ、OK なんじゃないか。ええー、まあこんな風に考えたらどうでしょうか。株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。水曜日、持続可能な株式投資。 今日のタイトルは、個人投資家が実践すべき感情のコントロール。あの、まあ、メンタルというよりも、売買の考え方、トレードの組み立て方。まあ、こんな話をしようと思うんですけれども、えー、なるほどと思ったら、高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。えー、よく言うのは、 感情が邪魔をするというやつですね。まあ、感情が働いて損をしてしまう。えー、こういう結果です、まあ。これを解決しようとして、数式で判断する。まあ、こういうアプローチがあります。えー、システムトレード、まあ、メカニカルトレードというやつですね。えー、感情があるから、まあ、感情によってですね、えー、本来、 買い場であるはずの安値券。ここでね、買う気が起きない。こんなところね、買ってもね、ダメなんじゃないのと、ねえー。もっとずるっと下がっちゃうんじゃないのこういうふうに感じてしまうわけですね、えー。それから高値券。これは売り場なんですけれども、そういうところでは、えー、その銘柄、えー、その相場がこう非常に強いんだ。 ということがですね、えー、いろいろな角度からこう説明されている、証明されている、えー。こういう感じでですね、買っていいんじゃないか。まだまだ行くんじゃないか。まあ、こういうふうに思ってしまう。こうやって感情によって偏ります。儲からない方向に偏ってしまう。えー、だから数式で判断していこう。えー、こういうことですよね。 えー、いろいろなアプローチがありますけれども、とにかく値、ね、動きをパターン化して、数式を作り出して、それで売買、えー、を判断する、決めていく、ということです。でですね、人によってはもう100%数式でやっていくわけですね。えー、とことん分析して、えー、とことん考えて作った数式で、全てやっていく。売買のすべてをそれでですね、えー、コントロールしていくと。 もう感情とか自分の相場感とかもう一切入れないまあいろいろ思うんですけれども絶対に入れないんだというふうに決めちゃう、えー、こういう姿勢の人もいますあるいはですね、まあ、上がる銘柄を買う買い戦略ですね上げ相場を狙う買い戦略において買いの仕掛けだけ、えーまあ、ここはね、えー、なかなかこう感覚感情でいくとうまくいかないから 数式で判断する。でも、上がってきたところの手仕まい売りは自分で決めたい。こういうふうにやる人がいます。逆にですね、えー、仕掛けは自分の裁量でやっていくんだけれども、えー、売りの判断、売り手仕まいの判断、えー。ここはですね、どうも感情が邪魔をするから、えー、数式に任せよう、えー。こんなふうに利用する人もいます。 まあ、あるいはですね、売、え、買、ー、はすべて裁量なんだけれども、その元の部分、この分析で、えー、とことん数式を使う。まあ、こういう人もいます。いろいろ銘柄のスクリーニングとか、この状況の判断。ここにね、数式をこう活用するということですね。で、えー、いろんなアプローチ、いろんな利用の仕方があるんですけれども、まあ、当然、まあ、万能ではないんです。 えーまあ、数式のこう作り方次第っていうのが一つありますよね、えー。それから、まあ、相場ですから、えー、当たった、曲がった。これで、えー、当たったら100万円もらえる。曲がったら100万円払うというゲームではないんですね。えー、予測が、まあ、当たったかどうか、まあ。この判断だって微妙なわけですし、えー ポジションをどうやって動かしていくのか。もう時間の経過とともに、無限の選択肢が常にあって、それがずーっと続いていく。えー、そういうゲームですから、えー、なかなかね、えー、一概にこう、こうだって言えないところがありますよね、えー。そもそも、その数式をですね、考えるのは生身の人間です。私たち生身の人間です。 えー、だから、想像力。まあ、想像にも、こういう想像と、こういう想像とありますけれども、とにかくですね、生身の人間の力を、えー、使います。まあ、ここには、当然、えー、感覚、感情、えー、もろに入ります。繋、えー、がってます、えー。それからですね、えーまあ、不合理な、えー、価格変動。 こんなバカな、みたいな値動きありますよね。えっというようなやつ。例えば、300円の銘柄が1000円になった、2000円になった、10倍の3000円になった。これ、丸々取れるわけじゃないんですけれども、そういう大きな値動きをある程度取るというのも必要です。どうしたってですね、細かいやられがありますから、それをカバーしてお釣りをもらうためにはですね、 えー、取れるところはしっかり取ると。えー、でも、数式でですね、えー、だいたいこんな感じだろうと、この範囲だろうと、えー、決めてしまったら、そういうところ取れないわけじゃないですか。で、えー、もし、えー、まあ、そういう5倍、10倍、うんっていうですね、大きな相場を取れる、えー、そういう数式を組んだら、まあ、そういう想定をしていたら、えー、細かいところ全然取れない。 ほとんどの値動きがもう利益にならない。こんな結果になります。えー、だからもう本当に万能じゃないんですね。えー、数式の有効性というのは確かにあります。えー、やっぱりね、感情が邪魔をするから、えー、数式でカバーしていく、抑えていく。えー、これは有効です。ただし、え限界がある。というか、部分的に有効なだけ。 こう考えるのが正解かもしれません。えー、タイトルには感情のコントロールというふうにね、えー、歌っていますけれども、実は感情というのはコントロールしなくてもいいんじゃないか、えー。私はこんな提案をしたいと思います。こういうイメージを提案したいと思うんですね。あの、まあ、コントロールっていうとこう、抑える。こういうイメージがあると思います。 えー、例えば、頭に来た、えー、この頭に来たっていう怒りの感情を少し小さくする。抑える。まあ、こういうのもね、えー、必要ですけれども、えー、やっぱりね、抑えられないんですよね。だからもう感情丸出しでいいんじゃないかと。儲かったら、よっしゃ損、ねえー、したら、畜生、まあ、これで、えー、OK なんじゃないか。 えーまあ、こんな風に考えたらどうでしょうか。えっ、ー、とですね、まあ、コントロール。えー、これはですね、えーまあ、私がこう考えるコントロールはですね、感情は感情そのまま。で、売、え、買、ー、の行動がありますね。この二つを分離する。直結させない。えー、こういう考え方です、えー。利益が出たら、もううっしーしーと。 やったぜね。えー、ニコニコしながら、あ喜べばいいと思うんです。で、その上で、なぜ儲かったのか。えー、こういうのをですね、自分なりに分析する。完全な答えなんか出ませんけれども、こういうところが良かったんじゃないかなとかですね。これ、えー、危なっかしいことをしてたまたま儲かったみたいだなとかですね。えー、そういうですね、えー、振り返りをちゃんとやる。それから、 見込み違いだったとき、見込み違い、これ仕方がないんです。で、淡々と損切りするんです。そういう行動をえきちんと取りながら、畜生バカ野郎と、え怒ってればいいんです。で、その次に、なぜ、えそれが起きたのか。で、えー、仕方がないという状況だったら、次、同じパターンが出現したら、迷わず仕掛ける。 次はどうするのっていうのをですね、えー、そこで考えておくわけです。もう過ぎたことは仕方がないから。えー、でもね、ちゃんと後始末はするわけです。もう、えー、適切なタイミングで、えー、損切りはすると、えー。こういうことです。これが、あの、感情と行動の分離ということですね。分離するったって、両方一緒にやるわけですけれども、はい。まあ、私自身がまあそう思っていますけれども、そうはやってるわけです。 金が欲しい、こんな風に思っている俗人、俗っぽい人間でいいと思うんです。売買マシンになる必要はないと思う。そんなところを目指す必要はないと思うんです。金が欲しいっていう俗人。だけど、売買の行動の決め方がちょっと上手。こういうところを目指すのが、 まあ、分かりやすい、えー、誰でもできる、えー、現実的な方向じゃないかなと。えー、私はこんなふうに思います、えー。参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。<music>